おはようございます。西粟倉村の山根です。2019年10月15日朝7時のドル円相場解説をしたいと思います。これはですね、今デイリーですね。デイリーで今ね、この以前から引いたこの黒いライン当たっている状態ですね。昨日はですね、ちょっと4時間にしてみます。4時間でですね、昨日はそうですね、ここの黒いラインに当たってこう抜け切らずにこう下に下がっていったので、それについていってね、25ピップスこう売りで取れたんですけど、ちょっと用事があったので、こう相場を見ることができなかったので、もうね、そこはもう25ピップス取って勝ち逃げ親父で勝ち逃げしました。まあ、その後ですね、またこうひげを出しての上昇、またここに黒いラインに当たってからの下げなのか、この黒いラインを突破してこの黄色のゾーンまで行くのかっていうところをね、また今日も見ていきたいと思います。結構ね、この黒いラインがこう効いてますので、トリプルトップのからのこう下げの方向にね、行ってくれればと思っています。ではまた放送します。失礼します。